ブームブームベースでウォンビンと平野翔が見せる。神宮寺ジユたナンバーアンダーラインアイ×かけるアントンリーズの INZM がエモすぎると話題に。ナンバーアンダーラインアイガンゆタ、ウェイブイシャオジュンヘンドリーとギブミーザットで圧巻パフォーマンス。8月22日に放送された NHK ミュージックエキスポ2024は視聴者に強烈な印象を与え多くの人々の間で話題となりました。 この番組の中で最も注目されたのは、ナンバーアンダーラインアイ、リーズ、w a v ブイという異なる3つのグループによるダンスコラボレーションです。異なるバックグラウンドやスタイルを持つ彼らが、1つのステージで繰り広げたパフォーマンスは、まさにアートと呼ぶにふさわしい瞬間でした。彼らのそれぞれの個性が交錯し、音楽とダンスを通じて新たな物語が生まれたのです。これはただのエンターテインメントではなく、 アーティスト同士のリスペクトと、国境を越えた友情が表現された象徴的な出来事でした。特に平野翔とリーズのウォンビンによる、ブームブームベースのダンスは、多くの視聴者に強い印象を残しました。平野の滑らかでセクシーな動きと、ウォンビンのエネルギッシュで力強いダンスが絶妙にマッチし、二人の間にはお互いをリスペクトし合う微妙な緊張感が漂っていました。ダンスが進むにつれて、二人の動きがシンクロし、 その緊張感は次第に温かい友情へと変わっていく様子が見て取れました。このような微妙な感情の表現は、ダンスという芸術形式の中でしかなし得ないものであり、視聴者にとっても非常に感動的な瞬間でした。このような感動的な瞬間は、ただの技術的なパフォーマンスを超えた、感情の共有の場としてのダンスの力を改めて証明しています。一方で、神宮寺勇太とウェ a v y の点が共演した、 INZM のダンスも視聴者に強い印象を残しました。天はその卓越したダンススキルで知られており、神宮寺との共演は一見すると不釣り合いに見えるかもしれません。しかし、彼らの間には絶妙な相性があり、ダンスの中で互いに微笑み合い、楽しそうに踊る姿が視聴者に多くの喜びをもたらしました。ダンスという表現手段を通じて、2人のアーティストが心を通わせ、 一つの作品を共に作り上げていく姿は、まさに芸術の本質を体現していると言えるでしょう。このダンスは、単に技術的なパフォーマンスにとどまらず、互いの個性やスタイルが融合し、新たな美を生み出す瞬間を見せてくれました。また、リーズのアントンと神宮寺が共演した INZM も見逃せません。アントンはその品の良さと繊細な動きで知られ、神宮寺のワイルドさとは対照的な存在です。 しかし、彼らのダンスには驚くほどの調和がありました。異なる個性を持つ二人が共に踊ることで、単に対照的な要素を見せるだけでなく、その違いが互いを引き立て合い、より一層美しいパフォーマンスを生み出していました。このダンスの最後には、神宮寺がアントンの手を握り、肩を抱き寄せる場面がありました。これは、ただのパフォーマンスではなく、深い友情と信頼の証でもあり、 観客にとっても心温まる瞬間でした。さらに、岸優太がウェイブイのシャオジュンとヘンドリーと共演した Give Me That も視聴者に強い印象を残しました。岸の緩急を効かせたダンススタイルは、シャオジュンとヘンドリーとのコラボレーションでさらに際立ちました。3人の間には、完璧なコンビネーションが見られ、彼らのパフォーマンスはまさに息を呑むものでした。特に ダンスの最後にお互いに拍手を送り合う場面は彼らの間に深まった友情とリスペクトを象徴する瞬間として多くのファンに感動を与えました。これらのダンスコラボレーション動画はただのエンターテインメントを超えた深い意味を持つものです。それは異なる文化や背景を持つアーティストたちが互いにリスペクトし合い共に新たな作品を生み出していく過程そのものを映し出しています。 ダンスは言葉を超えたコミュニケーション手段であり、彼らのパフォーマンスを通じて、視聴者は異なる国や文化を超えた友情と理解の可能性を感じることができます。また、これらのコラボレーションは、今後の音楽業界やエンターテインメントにおいても新たな方向性を示唆しています。異なるアーティスト同士のコラボレーションは、ファンにとっても新鮮な驚きや感動をもたらすだけでなく、業界全体に新しい風を吹き込む可能性を秘めています。 このような取り組みが増えれば、エンターテインメント業界はますます多様で豊かなものとなり、多くの人々に感動と喜びを提供し続けることでしょう。この番組が終了した後も、視聴者たちは SNS を通じてコラボレーションの感想や感動を共有し続けています。どのコラボも最高。永遠にリピートしてしまうといったコメントが次々と寄せられ、彼らのダンスが多くの人々に愛されていることが明らかになりました。 これらの動画は視聴者にとって何度も見返したくなるほど魅力的でありそれぞれのアーティストが持つ個性と技術が互いに引き立て合う瞬間が詰まっていますこのような形で異なるグループやアーティストが一同に会し共に作品を作り上げる機会はファンにとってもアーティストにとっても貴重な体験ですそれは音楽やダンスが持つ力を改めて確認する瞬間であり エンンンターテインメントが持つ可能性を広げるもものでもあります今回のコラボレーションはその力を最大限に引き出すものであり多くの人々に感動を与える素晴らしいステージとなりましたこれからもこのような異なるアーティスト同士のコラボレーションが続くことを期待していますそれはエンターテインメント業界に新しい風を吹き込みファンにとっても新たな発見や感動をもたらすものです音楽とダンスが国境を越え 文化や言語を超えて人々を結びつける力を持っていることを、私たちは改めて感じました。ナンバーアンダーライン愛平野け×リーズオンビン、神宮寺雄太×ウェーブイテンのキレキレダンス。リスペクト感じるコラボダンス動画続々公開。ナンバーアンダーライン愛、ナンバーアけ×リーズ、ライズ、ナンバーアンダーライン愛×ウェーブイ、ウェーブイのダンスチャレンジ動画が話題となっている。 3組は8月22日に放送された n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4 n h k 総合で共演番組内のスペシャルダンスメドレーコーナーでナンバーアンダーラインアイのボン・オー・リーズウェイブイが参加して3グループで踊るコラボダンスステージを見せ大きな話題となったそんな中 n h k ミュージックの X 旧ツイッターアカウントに番組の舞台裏で撮影されたナンバーアンダーラインアイとリーズ ウリーズ・オンビン×ナンバー・アンダーライン・アイヒラのショー、ブーム・ブーム・ベースナンバー・アンダーライン・アイヒラのショーと並んでリーズ・オンビンが踊ったのはリーズのブーム・ブーム・ベースだ。画面左側の平野は、ベースが刻む軽やかなリズムに乗せ、体を撫でるようなセクシーな動きやベースをかき鳴らす振り付けを踊りこなす。右のオンビンもそれに応えるように全力のダンス。 オンビンをたたえるように手をひらひらと動かす平野にウォンビンも胸の前で手を握ったまま頭を下げておじぎどこか人見知りな二人の空気感も感じられるかっこよさと微笑ましさあふれる動画になっているナンバーアンダーラインアイ神宮寺ゆうた×ウェーブイ展 i n z m ナンバーアンダーラインアイの新曲 INZM を踊ったのは神宮寺優うとウェーブイの名ダンサーとして知られる点 二人は冒頭から最初から笑顔で向き合い、踊りながらも顔を見合わせて微笑んだり、共に歌詞を口ずさんだり、楽しそうにダンスする。最後は二人で、イエー、と声をかけながら固くハグすると、揃って画面に手を振り、コラボで深まった仲の良さを感じさせた。ナンバーアンダーラインアイジングージユータ×リーズ、INZM。共にグループの末っ子であるジングージとリーズのアントン、アントンも、INZM を、 ワイルドさ感じさせる神宮寺と品の良さがにじむアントン、互いに違った魅力のダンスを披露した。最後は声をかけながら神宮寺がアントンの手を握って肩を抱き寄せると、アントンも両手で神宮寺の手を握り、笑顔を見せた。ウェイヴイ・シャオジュンヘンドリー×ナンバーアンダーライン愛騎士ユータ、ギブ・ミー・ザット。ウェーブイヴィの、ギブ・ミー・ザットをキアおじゃん、シャオジュンヘンダー。 ヘンドリーとコラボしたのはナンバーアンダーラインアイの岸優太だ。中央の士を囲むように画面左にヘンドリー、右にシャオジュンが立ちダンスがスタート。岸は緩急の効いた難易度の高いダンスを、ヘンドリーとシャオジュンとともにコンビネーションもバッチリに笑顔で踊りこなす。最後は、お互いに拍手を送って讃え合う様子に現場の温かい雰囲気が伝わってくる内容だ。 お互いへのリスペクトと深まった交流が感じられるこれらのダンス動画に、どのコラボも最高。こういうダンスコラボ待ってた。永遠にリピートしてしまうと絶賛のコメントが寄せられている。